一口を食べ物が書かれたくじ引きの袋がそこにある。聞いた食材を一口で食べてもらう。食べれなかったら脱落。これルールとして一口で入れました、閉じたら手は触っちゃダメ、出そうやからこれもなし、飲み込むまでの時間これいくらかかっても大丈夫ですが、飲み物はなしです。オッケー、いただきましょう一口を。元気でやっていけたらと思います。それではやっていきましょう。エッツショータイム。何からいく、もう何があるかあなたたち知らないですよ。そうなんだね。一番で、一番でいきますか。いきます。サラダチキン。おい。ちょっとかな。おお、いけそう。いや無理やろ。第一挑戦者、ヘンジ君の挑戦です。はい、サラダチキン召し上がりください。はい。いきまーす。もうあれやな。あ、噛んだもしかして。でも入ったよ入ったよ。頑張れ、まあ一個目だから。ちょっとお目見るつかな。時間は取れへんから。おいやめよ。もうちょっと限界まで開けてみて、こっちんちょんちょんちょんって頑張ろう。おいおいおいちょっとさっき言ってたよ。ちょ、ほんまにジャストサイズすぎて移動しないから真ん中だけ流動食みたいになって両方固形になってるから先に進めない。あ、なるほどね。かじったかな。まっかじしてたわ。あ、ダメだったよ。全部は使われてないから。ちょっとめっちゃ長いこと食ってたから。続きまして、ふうたくんの挑戦です。せーの、ドン。うわ、大福。おい、俺大福結構嫌やなと。飲み物なしよ。外見よりもこれね、中のあんこの面積がでかいね。餅がひっついたら終わりやな。でも大福挑戦してください。おっしゃ、立てや立てに立てや。スタートです。入りました。さあ、こっから手は使えません。あははははエネルみたいになってる。エネルみたいになってるから。こっちは違います。口があって大福があります。ああ、上の方から喉にかけてへばりついてる。冷たい。あ、近くかもね。では、雪見大福いきますね。雪見大福いってください。
ということで、これ最後に用意してます。ハンバーガーがこれがキラーかなと思っていたので、真の人たちを食べましょう。これ食えたら純粋に罵るんですよ。シンプルに罵ってもらって構わない。いただきます。マジできついよ。あ、見れろよちゃんと。うん、いったぞ。おしゃでも、蚊がでかい。いや、コメントでさ、聞きたい。絶妙な話よ。挑戦してほしいやつ、募集します。本日の一口王は、はずきくんに決定しましたよ、ということで。すごいわ。面白いと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた、明日のりょうたくんのプリシュスさんでお会いいたしましょう。バイバーイ。